はい、どうも、こんにちは、トロキャスでございます。はい、本日6月30日ということで、ウルトラマンオーブザクロニクルの最終回ということで、まだ放送前なんですけども、アップする頃にはもう終わってるんだろうな。どうなるんだろう、お客さん。とか、すごく気になってるんですけれども、新番組、ウルトラマンルーブでですね、登場いたします、謎のキャラクター、ウルトラマンオーブダーク。オーブダーク？なんかすげえよくわかんない。オーブダーク何なんだろうみたいなね。すごいわかんない。とりあえずわかんないということで、今回はですね、ダーク関連ということで、いろいろなウルトラマンの闇の巨人を紹介していきたいと思います。はい、ということでまずは一つ目、ティガダークでございます。このソフビはですね、ウルトラマンフェスティバル2013の時に限定発売されたラメ入りの限定ソフビ。後にね、通常版のティガダークが出るんですけれども、まあ、ウルトラマン銀河でね、ティガダークが登場したということで、それに合わせて発売されました。いや、ティガダークがね、出るなんて、当時思ってなかったからすげえ嬉しかったですね。まあ後ろはこんな感じでですね、腕は塗装はあるんですけれども、背面は頭と足首ぐらいですので、背面はほとんど塗装がないですね。ですがラメが入ってるので、まあ、しかもクリアだしね、あんまり気にならないかなといった出来でございます。まあ、500シリーズのね、ティガを元に作ってるんですけれども、もともと500シリーズのティガがそんなに出来は悪くないので、すごくかっこいいですね。続きましてがウルトラマンダークでございます。はい、このウルトラマンダークはですね、雑誌限定のソフビでして、ウルトラマンダークはですね、模様が初代ウルトラマンと少し模様が違うんですけれども、今回初代ウルトラマンのイデコ品ということで、模様は初代ウルトラマン仕様になっております。だから劇中とは違うんだけどね。で、今回もこうクリアラメでかっこいいんだけど、僕のこれね、完全にハズレなんだよね。なんか目の塗装もいっちゃってるし、足の立ちも悪いし、雑誌限定はね、よく立たないってことはあるんですけども、完全にこれ僕のね、ハズレ引いちゃった。今にもね、倒れそうな感じでデビューしてます。後にね、一般販売でウルトラマンダーク出ますけれども、めちゃめちゃかっこいいですね。まあ、こっちもかっこいいんだけどね。一般販売品は劇中仕様の模様になってますので、背面もね、ちゃんと塗装されてるんですよ。ここは、いいね。続きましてが、セブンダークでございます。こちらはですね、正月だよ、ウルトラマン全員集合で限定発売されたセブンダークのソフビで、これはね、めちゃめちゃ高騰しましたね。今も高いのかな？とりあえずめちゃくちゃ高騰しました。一般販売でウルトラマンダークは出たんですけれども、セブンダークは出なかったんですよね。ということで限定販売として出ました。黒に赤はやっぱりかっこいいね。成型色の黒がすごく艶消しっぽい感じの、かっこいい。それがまたかっこいい。で、シルバーの部分もね、ちょっとダークめのね、シルバーを使っていて、いいんですわ。かっこいいですわ。はい。次が最後でございます。これはですね、劇中では登場しなかったんですけれども、おもちゃ限定ということで、こんなのも出てみました。ウルトラマンタローダークでございます。これは、劇中に出るんかなと思ってたけど、結局ね、出なかったウルトラマンタローダークですね。ウルトラマンフェスティバル2014で発売された限定ソフビで、ラメは入ってないですね。ただね、ダーク系でタロー来ちゃうって、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。まあね、ウルトラマン、セブン、タロー、このね、ダークが並んじゃうと、若干カオスロイドも連想しちゃいますけれどもね。まあこれは、ウルトラマン銀河ストリウム、ね、タローさんが銀河に力を貸すということで、まあそれに合わせて限定発売したような。クリアの部分がね、すごく透けてて、めっちゃ綺麗。背面もね、しっかり塗装されてるし。はい、ということで、タローダークでした。はい、ということで今回は、ウルトラマンオープンダークに合わせまして、ティガダーク、ウルトラマンダーク、セブンダーク、タローダーク、こちらのダーク4体を紹介してみました。はい、ウルトラマンオブダークがどういった活躍をするのか、今から非常に楽しみでございます。ということで以上、デロヒナスでした。さあ、いよいよウルトラマンルーブ放送開始ですよ。ってことで、バイバーイ。バイバーイ。